今日はですね、挫折を無駄にしないための10の教えという、放送をやっていきたいと思います。だからいかにして挑戦し続けるかってことの方が、まあ全然大事なんだよというのが1個目のこのポイントですね。はい。で、2つ目のポイント。はい。じゃあ2つ目の教えは、挫折の方向に向かえです。はい。自分が失敗とか挫折するのって嫌だから人間って避けるじゃないですか。でも避けるとどうなるかっていうと、同じことしかしなくなっちゃうんですよ。で、もっと言うと、挫折や失敗を避けると、みんながしないことというか、自分がしたことないことをしなくなりますね。挑戦をやめますよね。で、さらにこれ、もっとこれが悪化すると、みんながしないっていうか、自分がしたことがないし、みんなもしたことがないことを避けて、最終的には、みんながしないことを避けるようになって、で、言い方悪いんだけど、凡人になるんですよ、人間って。だから、子供の頃とかは面白い考え方があったりとか、独創性があった人が、すごく凡人というか、普通のことしかできなくなっちゃったりとか、もともとはベンチャー企業としてブイブイ言わせてた会社が、やはりコンプライアンスだ、株主の意見だ、なんだってなっちゃって、普通の会社になって業績がパッとしなくなることっていっぱい皆さん見てると思うんですけど、あれはまさに、挫折の方向に向かうのをやめたからなんですよ。なぜかというと、挫折や失敗を感じる方向もっと大きな変化があるわけで、リスクを恐れて変化の方向に行かなくなったらいつかみんなと同じことしか人間はしなくなるんですね。企業でも組織でも何でも、そうなったら終わりだよねという話なんですよ。だから皆さんも年を取れば取るほど人生が苦難に向かっていくわけです。なぜかというと、子供の頃はとか若い頃は夢とかチャレンジを終えたんですよ。だからなんか新しいことに挑戦して、それが失敗だったとしても、ちょっとしたプチ成功だったとしても、何か得られた感じがあるじゃないですか。でもどうですか皆さん最近。この3年とかぐらいのスパンで考えてみてくださいよ。何かが得られた体験って感じたことあります最近。それがないんだったら多分この病気になってます。挫折や失敗を無意識に避けることによって人生をつまんなくしてる可能性あるよっていう。実際これに対しては、武田信玄さんがめちゃくちゃいい名言を残してるんで、これをぜひ皆さん覚えてください。僕もね、やっぱり嫌だなぁ、これめんどくさい、しんどいなと思うたびに武田信玄の名言を思い出すんですよ。自分のしたいことよりも自分がしたくないこと、嫌なことを先に行えと。はい。この心構えさえあれば、道半ばで挫折をしたり身を滅ぼすような、ことはないはずだというふうに言ってるんですね、武田信玄さん。つまりどういうことかっていうと、人間ってやっぱりやりたいことをやってしんどいこととか嫌なことって後回しにするんですよ。ところが、嫌なことを先にやる心構えをしておけと。だから嫌って感じることで、やりたくないことかつやる必要がないことだったらやらないんですよ。でも何回もうわーこれ嫌だなー、めんどいなー、めんどいなーって何回も感じるってことは、それやるべきことなんですよ。やるべきことなんだけど、自分の知らない領域、自分にとって挑戦になる、あるいは大きな変化をもたらす可能性があるから、皆さんの心が拒絶するんです。人間って変化をやっぱり嫌う生き物なんで、だから挫折や失敗に向かわないといけないんですよ、変わりたいのなら。すでにもう人生上がってて、資産が100億円以上ありますと。だからもう普通になんか手堅い投資とかで入れて回せば、年収2、3億は確実ですと。うん。だからもう自分は働きたくないんですとかだったらいいですよ。そういう生き方だったら。でもそうじゃないなら、苦しみの方に向かわないと、人生に変化ないですよって話です。はい。では続いて3つ目のポイント。で、この3つ目はね、覚えておいてください。特に、成功する前までは覚えておいた方がいいです。やっぱ皆さんがなんかチャレンジしようと思った時に絶対これを言ってくる人がいるんで、覚えておいてください。はい。3つ目のポイントは、挫折を笑う者は、負けることすらできないものであると。いうことです。大体にしろ、挑戦してる人って挫折や失敗があることはみんな知ってるんですよ。どうやって乗り越えるかが大事であって、そこから何を学ぶかが大事であって、挫折しない、失敗しない、絶対できるっていうのは、もう、ちゃんちゃらおかしいわけですね。はい。絶対損しませんっていう投資と同じぐらい詐欺なわけなんですよ。これは。ところが、ほとんどの人は挑戦したことがないし、挫折が怖くてないから、挫折を笑うんですね。でもほとんどの人は今言った通り、挫折を笑うことってありえないんですよ。だってみんなするんだもん。自分もそうなんだから。だから挫折や失敗を笑うもの、あるいはその、なんだろう、すごいこう粘着質に批判する人たちっていうのは、負けることすらできてない人なんですよ。リングに立ったことが一度もないんです。負けたことないんですよ。そう。だからもっと言ったら、負ける権利すら持ってないんですよ。そう。さっきも言った通り、勝利成功は最大の結果ですよ。次が挫折と失敗。そして最低の結果がチャレンジしないことです。はい。なんで、その最低の結果に甘んじている人たちっていうのが言ってることを気にする必要は全くないです。はい。負けた分だけ皆さんの方が上になります。
はい。で、実際にね、同じような話をですね、名言でも、偉人たちが言ってます。例えば、アルベルト・アインシュタインさん、有名なアインシュタインさんですね。もうほぼ同じ言葉を言ってます。挫折を経験したことがないものは、何も新しいことをしたことがないということだ、ということですね。新しい挑戦をしたことがない人間こそが、挫折をしたことがない唯一の人だというふうにですね、アインシュタインさんも言ってますし、あとはイギリスの首相のウィンストン・チャーチルさんも同じことを言ってます。挫折とは成功の前兆であるって言ってるんですよ。これもう超名言ですよ。挫折とは成功の前兆ですよ。成功したいんだったら、挫折を繰り返す方向に行けばいいと。そうしたらいつか成功できるっていうふうに言ってるわけなんですよ。まあ、その通りなんですよね。あとは、ですよ、あれですよ、アメリカの、まあ、建国の父というか、一番愛されてる大統領として、ルーズベルトさん、セオドア・ルーズベルトさんがいますけど、ルーズベルトさんこう言ってます。決断の際に、あなたができる最良のことは正しい決断をすることである。最悪のことは何もしないことであるというふうに言ってるんですね。はい。これなんかもう日本の政治家にぜひ学んでもらいたい。ルーズベルトさんに。つまり、僕らって何かを決めようと思うと、当然ね、最高の決断は何かっていうと、正しい決断をすることですよね。で、僕は正しい決断をしたいと思って、悩んだりとかするじゃないですか。ところが、ルーズベルトさんこうも言ってます。はい。最悪なことは何かというと、決断に迫られた時に、何もしないことである。つまり僕らは、最高の決断をしようと思って、あれこれ試すんじゃなくて、失敗したくないってことから何もしない、保留にする、決断を先延ばしにするってことを しますよね。これが最悪だって言ってるんですよ。そう。確かに最高のことはいい決断をすることです。正しい決断をすることです。ただし最悪は決断をしないということなんですよ。はい。だから挫折を笑う者は負けることすらしてない人ですよってことですね。続いて4つ目のポイントです。で、この4つ目のポイントはめっちゃ使えるんで、ぜひ皆さん使ってみてください。これ何かっていうと、人間ってね、自分のやっぱり幸せを思い起こすことができるかってことがすごく大事なんですよ。挫折の中でも人間って自分の脳機能を保って正しい判断をするためには、挫折の淵にいても自分のご機嫌を取るというか幸せにするというか、自分が前に進むんですね、そのなんだろう、モチベーションを作らないといけないんですよ。だから、しんどい人ほどやってることっていうのがあるわけなんですよ。で、これを今日はですね、一つご紹介します。これ何かっていうと、もし自分にとって楽しい思い出とか楽しい記憶経験ってありますよね。で、もしそれが起きていなかったらどうなってたんだろうって想像するというテクニックです。もし楽しいことが起きていなかったらどうするかというイメージを作ってみてくださいっていうですね、そういう研究があります。はい。実際にですね、過去の人生の中で起きたポジティブな出来事を思い浮かべる。例えば、大学受験でね、いい大学に入れたとかでもいいし、初めて彼女ができたとかでもいいし、宝くじが当たったとかでもいいし、なんでもいいと思うんですよ。はい。なんかこう自分の人生の中で、あ、これ良かったなと思うことをまず想像してください。で、想像した後、もしその出来事が実は起きてなかったら、実はそんなことなかったらどうだったんだろう、自分はどう感じるんだろうってことを考えるっていう、人生の過去に起きたいいことをなかったらどうなんだろうって考え直すっていう考え方ですね。はい。で、これはですね、1日1回、2週間にわたって行ったという研究があるんですよ。で、結果何が分かったかっていうと、1ヶ月経っても気分の高揚感が続いて、幸福感をですね、抱き続けることができたってことが分かってるんですよ。だから、皆さんがもし、ね、人生の中で挫折したりとかしんどいことがあった時も、いやー、これ今しんどいな、いや、でも待てよと、ね、過去に自分はこんないいことがあったけど、それがもし起きてなかったら、それがもし消えちゃ、失せるとしたらどうかと、それを考えたら今ですね、なんか全然いけるわと、俺まだ全然いけるわというふうに思えるようになるわけなんですよね。はい。なんでぜひですね、挫折をして自分の心が折れそうになった時には、過去に起きた、あるいは自分が達成した良かったこと、幸せだと思うことがなかったら今どう思うのかってことを考えてください。それだけで乗り越えられます。じゃあ、でもとはいえどうですか皆さん。失敗したり、挫折したら、塞ぎ込んでしまって、前に進めなくなることありますよね。あるいはそこから前に進み始めても、調子乗りすぎて足元すくわれるとか、まあ僕もね経験ありますけど、そういうことがあるじゃないですか。で、それをどう乗り越えていけばいいのか。で、これ実はですね、マインドセットが非常に重要なんですよ。で、その乗り越え方をですね、ここから先はですね、後半ということで、ディラボ限定でやっていきたいと思います。ぜひですね、続きがあるの方からディラボで見てみてください。